崎朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、こちらナビスコオレオから新しく出た薄焼きのオレオをご紹介していきたいと思います。これ多分まだ日本に入ってないし、日本に入るかどうかもわからないんですけれども、ちょっと気になったので買ってきてしまいました。ちなみに3種類お味があって、これいつも通りのオレオとミント、ミントこれ気になるよね。白いタイプのオレオの3種類を買ってきました。一つずつ味を見ていきたいと思います。ちなみにですね、こういうのもあって、ダブルスタッフって言って、中のこのミルク、この挟まってるところがダブル入ってるのがあったり、あとはメガスタッフって言って、もうさらにこの分厚いオレオとかも売ってるんですね。これよりも私普通のやつの方がまあ好きで、ちょっと多すぎるかなっていうのがあって、だからね、この薄焼きティン TH の発音がすごいね、難しいの。ティンズのオレオはちょっと期待が膨らむんですけれども、じゃあ普通のやつからいこうかな。ティンズ開けるのもね、なんかね面白いんですよ。日本の箱入りじゃなくて、こういう感じで、あのサラサラシート的な感じの開け口になってて、ほらこんな感じ、えい、こんな感じで開いてるので、開けれるから、また食べられなくなったらこうやって閉めれるっていうね、いいよねこれ。あ、全然中見なかった、今開けちゃったのに。おお、薄い、こんな感じで入ってます。普通のやつと比べるとすごい分かりやすいね。クッキーのところも半分になってるぐらいですね。さらにこれあのダブルだから中もすごい多いんだけど、お、これはちょっと全然違う感じでオレオを楽しめそうですね。ということで、いただいてみたいと思います。いただきます。薄い、うん、味はまあオレオですね。あ、もっとなんかクリスピーなパリパリな感じかと思ったけど、うん、美味しいけど思ってたほどじゃなかったかも。クリームと周りのクッキーのバランスはすごくいいかもしれないですね。なんかオレオ結構もったりしてるから、なんかいっぱい食べれないんだけど、そういう意味ではパクパクいってしまいそうな感じの美味しさですね。うん、もうちょっとクリスピーな感じをしたけど、そこまでではないです。本当に薄く焼きましたって感じですね。じゃあ次、これの2つはね、まだ味見たことないんですよ。どっちも普通のタイプのオレオとして発売していて、でさらにこのティンズが出てるんですけれどもね、食べていきたいと思います。まずはミントから。オープン。お、めっちゃミント、めっちゃミント臭がする。しかもこの間から緑色のクリームがはみ出てるの分かりますか。噂にあった通りチョコミントのアイスクリームの匂いがする。分かりますかこの緑の感じ。あ、よくやる定番の剥がしができるのかなこれ。あ、できるできるできる、薄くてもできる。ほらこんな感じ、なんかガムみたいな色してるね。美味しい、本当にミントガムの味がする。さっぱり、すごいさっぱり。ミントのオレオは日本では売ってるのかな、結構こっちだとどこでも手に入るぐらいこうメジャーなやつなんですけど、うん、なんか私普通のやつよりもこっち好きか。ちょっとクッキーのところのクリスピーさが忘れてしまったので、普通のやつも食べてみたいと思います。なんかこっちの方がクリスピーに感じるな。全然食べ応えが違いますね。うん、薄焼きの方が好きだな。薄焼きがいい。はい、次白いオレオもいってみましょうか。おー、こんな感じ、全くオレオっぽさがないですね。全然違うクッキーって感じだね。ほらこんな感じで、中はいつも通りっぽい。じゃあこれはディップして食べていきましょうか。こういう食べ方みんなしてると思いますか、こんな感じね。あ、この方がクリスピーさ感じる。いただきます。別物だ、これは全くもって別物だ。このクッキーがあるからのオレオな気がする。
このショコラ感がちょっとないから、でも美味しいよ、美味しい。しかもこれだったら歯とかにさ、この黒いオレオのカスがたまらないから、女子にはいいかもしれないですね。いくら食べても大丈夫ですね、これやっぱ。ミント初めて食べたけど結構美味しかったですね。なんかこれ一緒にアイスとか作って食べたいぐらいな感じで、この白いオレオの方は本当に食べやすかった。なんかオレオじゃないんだけど、すごく普通にクッキーとしてすごい美味しい感じですね。ということで今日はアメリカで新発売されたオレオのフィンズクッキーをご紹介していきました。もしなんかあの旅行とか行った際にどこでも結構手に入ると思うので、お土産とかにいかがでございましょうか。まあ、薄焼きは結構私的にはね、美味しいですね。普通のやつよりも私はこの薄焼きの方が食べやすいから好きかもしれない。で、中のクリームのところが好きな人はこういうダブルスタッフ、メガスタッフってありますので、お土産に結構いいかもしれないですね。まだ日本じゃ売ってないと思うので、ということで今日はこんな感じで終わります。それじゃあまた明日、じゃあねー。